ねえ、今日のご飯何？肉野菜炒め。いいね。ありがとう。美味しそう。ご飯ちょっとでいいんでしょ？うん。いただきます。美味しい。醤油持ってきてくれ。うん。パンが少ないから、よく食べな。うん、すぐ食べ終わっちゃうから。おいしい。味平気だった？うん、薄いとかな。あ、やっぱり肉野菜炒めとキムチはいいよね。あんたはさ、ラー油取って。何？ラー油。よくかも。そうだよ。意識して食べればゆっくり食べられるんでしょ？うん。いつも忘れちゃうんだって言ってるじゃん。よく噛むのをね、思い出せば平気なんでしょ、毎回。うん。それでもやっぱりこう煩わっこしいの、よく噛むっていうのは。なんか早く食べた方が。なんだろう、満足感が得られるような。ゆっくり食べたって
得られることでしょ、それって。同じ口が勝手に早く食うじゃん。じゃあもう毎回お箸を毎回持ってないと、うん、早くなっちゃうんだ、うん、お箸を口に持っていくたび、そう思い出さないと、うん、ずっとゆっくり食べるって意識してないと、ずっと続けてればね習慣になるんだけどさ、あのメンタリスト DAIGO の動画でも言ってるからね、早食いがとにかく一番暇につながるんだって。うん、データが出てんだって。例えば遅い時間に食べるだとか、脂っこいものを食べるだとか、そういうことよりも早食いが一番肥満につながるんだって。肥満だけじゃなくて胃にもいいからね、結局お腹に優しいものを入れた方がね、うん、噛んで、ベコにできるものできちゃったね。そう、真ん中らへんにプツッとなってるよ。本当に梅雨明けるかな、去年みたいにさ長引くんじゃないの。天気予報を向こう1週間も見てもあんまり良くないからね。向こう1週間したらもうそろそろ明ける感じじゃん。4月中旬過ぎちゃうんだから、うん、ねえ、うん、聞いてるよ。なんか独り言みたいにさ、私が聞いてるよ。食べてんだからさ、喋、うん、れないよそんなに、うん、食べてるからよく噛まないとダメなんでしょ。そうだよ、よく噛んでたら喋れないでしょ。で原因はそこなんだよね、うん、俺が早食いなのは、うん、喋らなくちゃね、ガババババって、うん、食べて喋るから早食いになっちゃう。普段そんな喋りながら食べてないでしょ。それが原因なんだよ。違うよ、普段そんな喋ってないもん。喋らないと喋れって言われるから。言ったことないもんね。なんかこうたださ、ご飯とかおかずがあったかいうちに全部あったかいうちに美味しい時に食べてやろうっていう、いいことじゃん、風に見えるんだよね。なんかムキになってるような感じがするからさ、お父さんだってこんなだんだんなってたじゃん見て、そんな急いで食わなくてもって言ってたじゃん。今日は2倍ぐらいゆっくりだよ。今日はね、偉いね。うん、でもかわいそうだね。なんで、なんか無理してる感じが
するから。キュウリはちょっと残しといてよ。なんか2、3個だけでいいかな。あとでつまみたくなるからさ、あとでジョギングってどうかな。雨降るよ。降んないよ、曇りだもん今日。ごちそうさま、美味しかった。ありがとう。今日もありがとう。持ってかないと怒られちゃうから。今日もお皿片付けの、ホッケさんに言われたからね。言われてないでしょ。言われたもん。何言われたの？え？片付けるって素敵ですねって。褒められたから片付けるの？ねえ。褒められたから片付けるよ、そりゃ。じゃあ私がいつも褒めたらさ、前に片付けるの？片付けるよ。嘘だよ。そんなはずないの。ありがとう。はあ、thank you.